孫悟空。すごい孫悟空の数ですね。そうなんですよ。だから頭にあの輪っかがあって、そう、金庫寺という輪っかがちゃんとね、ありますね。あの、孫悟空というと、如意棒も持ってませんでした。そうなんですよ、真ん中に、見てください、孫悟空がおります。あったすごいですね。またですね、私以外にも三蔵法師もいらっしゃいます。三蔵法師さん、ちょっと 前に一歩だから佐護城おります佐護城さんもいます。佐護城さんもいます。だいぶ控えてますね。はいはい、ね、孫悟空というと旅をしながらどんどん成長していくというイメージがありますが、踊り子のみんなにもこれからどんどん成長していってもらいたい、そんな気持ちもありますか。はい、今年のテーマ、西遊記ですが、タイトルはですね、殻を破れということで、子どもたちの成長と新しいことへの挑戦、そんな願いを込めてやっております、はい、では孫悟空のようなダイナミックな踊り期待しております。はい、ありがとうございます。頑張ります。楽しみです。では上町よさこい鳴子連の皆さんです。改めまして会場にお越しの皆様、こんばんは。坂本龍馬生誕地上町からやってきました上町よさこい鳴子連と申します。今年のテーマは殻を破れ、元気いっぱい笑顔いっぱいの踊りで皆さんを魅了したいと思いますので、大きなご声援よろしくお願いいたします。じゃあ踊り子さん、準備はいいですか。笑顔いっぱい踊りますか。じゃあ元気よく踊るぜよ、目指しますは遥か彼方天竺大ライオン寺。さてよさこい祭り前夜祭、三蔵法師一行を待ち受けますものは、そんなに
帰るでよ。はい、どうしましょう。ありがとうございました。上町よさこいなるこれの皆さん100人を超える孫悟空っていう感じで。